どうも皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回もね、わらしべアークの続きやっていこうかなと思ってるんですけども、まあ前回はね、とうとうドラゴンに挑戦するためのアーティファクトをすべて集め切ったというところでございました。で、まあ今回はね、まあとうとうドラゴンに挑戦すべく、ドラゴンを討伐するための戦力を整えていこうかなというところなんですけども、まああれからね、ちょっと動画外でやってまして、まあクレートをね、漁ってたんですけども、こちら至高のテリジノサウルスのサドルが手に入ったので、ちょっとテリジノサウルスに今回はなってみて、で仲間集めて、ほんでドラゴンにちょっと挑戦してみようかなと思っております。さあ見つけたよ、テリジノサウルスレベル130を。さあこいつになっていきましょう。まずはちょっと待て、ティラノ待て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 、お前ちょっと止まれ、バカやめて、俺のデリジルやそれ。ちょっとお前落ち着け。よし倒した、よしよし、バトルスタート。いやちょっと2連戦になってもうたけど勝てるかな。いや余計なティラノサウルスのダメージ食らっちまった。やべ強えこいつ、デリジル強え。やっぱさすが130ともなるとかなり強いぞ。いやでもさすがにいけるいける、さすがに倒せるはず。いやーしぶたい、やだ、倒した。結構体力削られたな、もう半分以上削られたもんな。強っ。でも逆にこの戦闘力を今から手に入れれるってことや。よーし、まあ、なっていきましょうか。さあテリジノサウルスでございます。いやー顔が近い。いやーやったね、デリジノサウルス。いやー、こんなね、こいつ面白い見た目してるんですけども、めちゃくちゃ強くて、それこそさっき戦ったのでもわかると思うんやけども。戦闘力高くて、しかもね、ドラゴンには肉食特攻みたいなんがあって、どちらかというと草食の生き物で戦うのが好ましい。なのでまあ草食の中でも圧倒的な戦闘力を誇るこのテリジノサウルスで、今回はね、やっていきましょう。しかもね、サドルもあるからね。ただ一つ問題があるとすれば、このアイランドである程度レベルの高い味方を集めていかないといけないという、かなり大変なんですけども、まあ、味方集めて戦力が整ったらドラゴンに挑戦していきましょう。さあということで、多分長すぎたのでほとんどカットされてるとは思うんですけども、無事戦力を集め切りました。テリジノサウルス総勢、まあ自分のやつ合わせて20体でございます。で、全員思考サドル付き。で、ステータスは、まあ体力にある程度振って、まあ余裕ありそうやったら命令に振ったっていう感じかな。ただまあ、もちろんこのアイランドなんで、そんなすごい高レベルを集めれるわけもなく、まあ一応レベル80あたりから仲間にしようっていう基準は設けててんけど、まあそれだけじゃ結構厳しかったんで、まあちょこちょこね、レベル、初期レベル30ぐらいのやつとかも混ざってたりはするんですけども、多分アイランドでまあこれ、集めるんやったらこの程度が限界かなという、戦力は集め切りました。ということで、挑戦していきましょう。ちなみに自分の使ってる個体はね、体力がね、1万1000あって、メレが483。で、注目してほしいのが、こいつね、初期レベルが、テインボーナス値ついてないから130で、レベルがね、224まで上がっております。これね、多分このモッド、自分の使ってる個体だけ結構上限レベルが高いみたいで、通常よりも結構レベル上げれるみたい。さあ、それだけで戦っていけるのかっていうとこやねんけど、まあ一応ね、このモッドの使用上、味方の、個体はね、自分がオスということでメスばっかりなので、まあ自分が死なない限りはずっとメイトが入ってるという状態やから、まあ割とね有利に戦えるんじゃないかなということで。いやー、あとはまあドラゴンのブレスだけかな怖いのは。いやー緊張の瞬間やねこれ。いけるかな、いけたら、いけんかったらこれ全部失うからね。いやー、いけるかな。アーティファクトはね、集めればね、別にいいんやけど、戦力がね、ちょっと集めきれるかどうかっていうとこやねんな。ほんで、
ちょっとやばいな。ちょっとこいつ入ってこれるかな。おい、ちょっとやばい、やばい、ちょっと待って、ギリギリ入ってるかこれ。いやー微妙、いけてる、いけてると信じたい。いけてるな。よし、オッケー、いけてる、オッケーオッケーオッケー、全員来た。よし、ほな行くぞ。さあやってきました。とりあえず無事にボスエリアまで全員連れてくることには成功したかな。さあついてこいみんな、行くぞ。なんか一部引っかかってるけど、いやー勝てるかな。ドラゴン、あーいたいたいた、上におるわあいつ。いやー怖え、めちゃくちゃ怖え。ドラゴン大丈夫か。頑張ろう。思考サドルはまあ一応ついてるからね、こっちは一応やから。うわっ、なんかブレス打ってきたぞ。いやー当たっちまった。まあでもこれはまあまあまあ言うても大丈夫なブレスかな。よし、さあ降りてこい。全然降りてこへん。あー来た、まずはこいつらと戦おう。まあこいつらぐらい余裕やろ。こいつらに苦戦してるようじゃ話にならんからね。ちょっとあとちょっとそっちに落ちひんようにだけ気ぃつけたい。いやあいつら怖っ、落ちひんか、大丈夫、めっちゃ橋で戦ってんねんけど。やめてくれ、落ちんのだけはやめてくれ。お前ら来た、来たぞー、いけ。いやーやばい、焼かれてる、ちょっと引っかかってる、お前ら引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。さあみんな殴れてはいるけど、ちょっととりあえず、そう俺が一番の戦力やから、よし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 、足のええとこ見つけた、ええとこ見つけた。殴れ殴れ殴れ。さあみんな大丈夫か。まあ、ある程度みんなダメージを与えてるけど、さあどうだ。なんかとりあえずね、なんかいい位置に引っ掛けたんか、ブレスが当たらへん。オッケー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 、ブレスが当たってない。いや一部当たってるやつもいるけど、あんまり打ってこうへんし、オッケー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 、ブレスさえやってこんかったらだいぶ有利に戦えるから。ただ体力のゲージが全然減っておりません。やべえ、一体やられた、いけるかな。うわ、二体目やられた。あのまあまあまあ言うてレベルが低いやつやから、うわいやでもな、結構厳しいな。いやいけるか。やばい、また一匹、また一匹とやられていってる。いやースタミナなくなりそうやな、そろそろ。あーまたやられた、あー飛んでいっちゃった。ちょっととりあえずこの溶岩に気ぃつけながら、いやーこれスイートベジタブルケーキ持ってたらね、だいぶやりやすいんやけどね、ないんすよね。作られへんしね。来た、うー撃ってきてる、危ねえ。ちょとりあえず今のうちにスタミナを回復したい。ほんでまあこのプテラノドンども、いやーこいつらもバカにならんな。でもいやー俺はやられてるし、いやーそろそろ来るんちゃうか、親玉が、親玉が飛んでくるんちゃうか。来た、来たぞー。やばい、ちょっと とりあえず A1 つけなが、ここ、ここここ、オッケー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 。あーやられて、あーなんかこっちにタゲ向いてる。あでも逆にこっちにタゲ向かしとけばみんな無事でいけるから、どうだ。う、あー飛ばれた。俺の体力自体は結構ね残ってはいるんやけど、うわ、うーわ、またなんか位置取り変えやがった、こいつマジめっどくせ、こいつやりやがんな。これ位置取り大事やな。あこの位置ブレス当たらんのちゃうか、みんないけ、頑張れ。ほらほらほら、当たってない当たってない、完璧完璧完璧な位置取り。さあ殴れ殴れ殴れ。何体かやられちまったけど、まあレベルの高いやつとかはちょこちょこ残ってるから、うん、まあそれなりにダメージ与えていけてるんじゃないか。やはりねこっち思考サドルついてるんで、まあ、通常攻撃自体はめちゃくちゃ高いダメージ数は出ていないと。いやーでも当たってるやつもいるか、ブレス。あーでも殴り続けた結果、体力が、ドラゴンの体力が半分まで消えました。おー、いける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 、いけいけ、頑張れ頑張れ、いけるぞこれは、これはワンチャンあるで。これ全然攻撃が当たってないからね相手の。さあドラゴン逃げていきました、怯えて逃げてったよあいつ。やべ、飛んできた、ああ避けられへん。さあどっち行った、そっちか、そっち行ったんか。ちょっと待って、行こうか。うー
爆炎を吐いて威嚇してくる。そして部下を汚してきやがった。この戦力だとなかなかやべえ、撃ってきや、この集まってるところに部下で俺たちを集めておいてこれ撃ってくるという卑怯な技を使ってくる。こいつ、おい、こんなやつは懲らしめるぞ。うわ、来た、いて、いやでも通常攻撃やっぱあんま食らってない。オッケー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 、あ、さっきの位置取りちゃうか。あーでもちょっと食らってるか攻撃。うーん、ブレスも食らってんな。やーべえ、やられてる。なんとかある程度残ってる間に体力を削りたい。あーでもブレスは当たってない。オッケー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 。この足元につけていく作戦は、ただちょっと通常攻撃が当たってるな、さっきの位置と違って。やばいな、もう結構体力も減ってきてるから通常攻撃でも全然バカにならんな。うん、あーで一部はブレスも当たってるね。いやーいやー、やられてるな。うわ、レベルの高いやつやられたな。いやーでもあとちょっとやれな、もう結構削ったぞ。あー逃げやがった。あと残り6対7体ぐらいか。いやーこいつらも体力、いやー結構血だらけやもんな。やっぱさすがに血だらけっすよね。あ、なんか襲われてる一匹。助けだろ。大丈夫か大丈夫かお前。めちゃくちゃ襲われてる一匹で。挟まってる、ここ、こいつ。やばい。挟まってる。あ、出てこれた？オッケー。さあ、来たぞ、ドラゴン。向かってきたぞ。さあ、ここに降りる。ここに降りる。行け、つけろ。いやー、くそ、ブレス。足元につけろ、お前ら。もうあとちょっとやね、お前ら。頑張れ。あとちょっとや。殴れ。殴れ、殴れ。こいつの体力はあとちょっとや。味方は残り4体か。いやー、攻撃できてないやついるな。大丈夫か？あ、いや、いけてるか。ちょこちょこは攻撃与えれてるけど。やばいな、数が減ったことによって、ちょっとダメージを減らすスピードがだいぶ落ちてる。また一匹やれた。しかも結構レベル高い。186。多分初期レベル130か40ぐらいでおったやつ。いやー、最大戦力が落ちたかもしれん。いや、でも残りの奴ら攻撃当たってない。でかい、これはでかい。一方的に殴れる。オッケーオッケー、いけるぞ。いける、頑張れ。飛ばれる前にこの翼をもういてしまえ。お前らの強靭な2本の爪で。いやー、ここに来て、いや、ここに来てちょっとブレス当たってる。やばい、大丈夫か。いや、でもあとちょっと頑張れ。いやー、でも俺のスタミナもない。ちょっと回復しながらも殴っていく。いや、ここに来て一体やられた。あと残り2体。いや、でももう落とせる、もう落とせる。殴れ。腕がこっちの腕が持たんかもしれんけど、頑張れ。あと一発二発ちゃうか。いける、いける、もうゲーじゃない。よっしゃよっしゃ倒したドラゴン討伐完了。いやー倒した、やっと倒せた。残り2体か。いや、3体残ってんのか。結構残ってるな。いや、挟まって動けになってもうたけども。いやー。いやー、この戦力で倒せたね。いや、なんか、蓋を開けてみれば自分の個体は結構体力は残ってるけども。まあ、自分の体力が残ってるのは、前線で戦ってくれたこいつらのおかげやから。いやー、はは。倒せた。さあ、帰ってきました。3体残ったね。いやー、よう頑張ってくれやさ。マジで。やられた仲間たちもいたけども。いやー、ようやく、この偉業を成し遂げた、テリジの軍団で、ドラゴン討伐成功いたしました。さあ、ということで無事にドラゴンを討伐できましたので、とうとうドラゴンの姿になれるということでございます。ということで早速なっていきましょう。
さあ、これが皆さんドラゴンでございます。いやすげえ迫力木をなぎ倒していくこの大迫力のドラゴン。しかもこいつ体がでかくてこんだけ迫力あって強そうなだけでなく、なんと空まで飛べてしまうという、いやすげえちなみにステータスは、体力は2万あって、スタミナが400、重量が3000、メレーが118ということで、まあ、ちょっとね体力はまあまあそこそこあるんやけど、スタミナがね結構低いからここの辺だけちょっとネックかな。ダメージどれくらい出るんやろ。ダメージは300ぐらいか。ドラゴンにしちゃそんなに強くなくねみたいなとこあるけど、まあでも通常の生き物と比べるとかなりのダメージを出してる。あ、しかもねこれ、あ、ステータス触れてしまうなステータス触れてしまいますねこれ。いやこれは余裕やぞさすがにこれはいけるぞギガルト。しかもね今回なぜドラゴンを選んだかっていうと、まあ、ボス生物はね基本的に出血攻撃効かないんですよ。いつも悩まされてたのがギガノトサルスの戦闘力もあるんやけど、やはり出血がなければねティタノサルスも負けることはなかったと思うんやけど、そのね出血をなんと完全無効化してしまうという、まあ、さすがボスといったところでございます。いやーすごいなさあということでいかがだったでしょうか。今回はね、こちらのドラゴンを見事ねテリジの軍団で討伐してドラゴンの姿になりました、ということで、まあ、次回はね、まあ、このドラゴンの姿でギガノトに挑んで、まあ、そしてねギガノトの姿を借りようかなと思っております。次回はこのドラゴンで全身全霊をかけて今までの生き物たちの思いも背負ってギガノトに挑戦していこうかなと思っております。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。